はい、皆さんこんばんは。前回のね、動画でね、まぁ、ちょっとホールインワンを達成したっていうことでね、ご視聴いただいたたくさんの皆様から、おめでとうのコメントをいただきました。コメントをいただいた方々、本当にありがとうございます。いいねの高評価も、普段とは比べ物にならないぐらい、たくさんついてたので、まぁ、ホールインワンの、まぁ、力は、まあすごいなーって思う今日この頃なんですけども、まあちょっとね、これを機にね、ゴルフ保険を見直してちょっとアップグレードしたんで、今回はあれですけども、また今度ね、ホールインワンするようなことがあったら、視聴者さんをこう無料で招待できるような、まあゴルフコンペなんかを開催できたらなーと思ってるんで、またホールインワンが出るように応援していてください。はい、では今回は、前回に引き続き愛知県豊川市にあります水戸ゴルフクラブアウトの1番から9番の後半のラウンド動画になります。前回はインコースでしたけれども、お昼を挟んでの続きになりますね。この日は月曜日だったんですけども、サービスマンデーっていうプランで、予約をしました。昼食は1階のマスター室の横にある軽食レストランで、まあ、好きなものを取り分けて食べる形式となってました。メニューはカレーやうどんやそば、ちょっとしたおかずやサラダやデザート、まあ種類はちょっと少ないんですけれども、まあその分サービスマンデーは普段よりも、料金の方がリーズナブルになってます。月曜日以外の日は3階のレストランで昼食となっており、水曜日と木曜日はバイキング形式になってるみたいです。まあ今度はね、サービスデー以外の日にも、行ってみたいなと思いました。前回のインコースのスコアはこんな感じ。まあミラクルもあってハーフのベストを更新したんですけども、このまま後半も行って1ラウンドのベスト更新となるんでしょうか。それではアウトコース1番から9番の模様です。どうぞ。あそこにグライダーが、
然短かった。完全にやらかしてます。
力入った。はい、いかがでしたでしょうか。後半の始まって直後は良かったんですけどね。まあ OB 出してからかな、ちょっと崩れてしまって、まあ気がつけばいつもの感じで41っていうスコアでしたね、後半。
まあ、更新なるかと思いきや、ベストスコアタイっていう結果でした。まあ、途中まではね、良かったんですけどね。まあ、たまたまね、調子が良かっただけなのかね。まあ、急には上手くならないですね。はい。OB はね、完全にこう力入って、まあ、振り遅れて右にプッシュ。それからはね、集中力がちょっと途切れて、まあ、チョロしたり、短いパットを決めきれなかったりとね、ミスをちょっと引きずってしまいましたね。ね、アウトコースの6番は、こう、打ち上げ、打ち下ろしのね、まあ、トリッキーなコースになっていて、まんまとね、こう、プレッシャーにやられてしまってね、まあ、ティーショットをちょっとミスしてしまったので、またね、リベンジしたいコースの一つになりましたね。まあ、前半後半終わってね、一応ね、ベストスコア更新にはならなかったんですけれども、まあ、スコアは悪くないので、まあ、この調子でね、いいスコアを出せるように、練習していきたいなと思ってます。次回の動画は、三重県亀山市にあります、亀山ゴルフクラブ。まあ、今年初のナイターラウンドで、練習してきた模様をアップしようと思うので、また覗きに来てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。力入った。行け行け。こう打ち下ろしのところ苦手なんだ俺。